高橋海人の新 CM が話題を呼んでいます。CM に登場する彼の爽やかで素敵な姿が多くのファンの心を掴んでいます。高橋のナチュラルな魅力と明るい笑顔は視聴者に元気と活力を与えています。この CM を見た多くの人々が彼のファンになったと言っても過言ではありません。一方、金プリの長瀬恋も注目を集めています。長瀬は 最近、社長なんです僕と語り、自身の会社を設立したことを明らかにしました。この発表は、多くのファンに驚きと喜びをもたらしました。長瀬はこれまでのアイドル活動だけでなく、経営者としての新たな一面も見せています。2024年の上半期は、長瀬にとって、激動の時期でした。新しいチャレンジとともに、 多くの試練や成功が彼の前に立ちはだかりました。彼はその中で自分自身の成長と新しい目標に向かって進む決意を固めました。この上半期、長瀬は会社設立のための準備に奔走し、多くの時間と労力を費やしました。彼はビジネスの基本を学び、経営の難しさや楽しさを実感しました。その過程で、 多くの新しい出会いや学びがあったことを語っています。また、彼はこの期間中に、アイドル活動と、会社経営の両立に挑戦しました。忙しいスケジュールの中でも、自分の信念を持ち続け、ファンとの絆を大切にしながら、前進を続けました。長瀬は、これからも多くの挑戦と成功を目指していることを、明かし、ファンに対する感謝の気持ちを表しました。 このように、高橋海人と長瀬恋はそれぞれ異なる道で多くの人々に影響を与え続けています。彼らの新たな挑戦と成長は多くのファンにとって励みとなり、これからの活躍がますます期待されます。キングプリンスの長瀬恋25が7月4日、放送のラジオ番組、キングプリンス長瀬恋のラジオガーデン通称、にはラジ文化放送に出演。 2024年上半期を振り返るとともに、高橋海人25と設立した、キングプリンス株式会社にも言及した。長瀬は番組冒頭で、あっという間に2024年も折り返しということで、ちょっと上半期を振り返ってみると、ドタバタ、と切り出し、個人では、厨房のアリス日本テレビ系、東京タワーテレビ朝日系などのドラマに出演。 6月27日からはネットフリックスで余命1年の僕が余命半年の君と出会った話の配信もスタートしたと報告金プリとしては花火大会キングプリンスと打ち上げ花火の開催やサブスク解禁などもあったとした続けてそして社長就任などトピックも社長就任触れてなかったよね社長なんです僕今 社長、いいっすね。気分は、笑いとし、会社立てて、まだ落ち着いてない部分はあるんで、まだまだ仕事しながらバタバタするとは思うんすけど、そう考えると濃い半年だったなぁと思いますねと、振り返った。長瀬のトークを受け。社長なんですよ、今僕ってすごい一言だね、頑張れ。社長話もしてたね。まだまだできたばかりだからやることもあるよね。 見えないいいろろな仕事も増えてるんだよね今僕社長なんすよ強すぎ、wwwwww www www。社長忙しいよねやることいっぱいなはずなのに早く、落ち着けるといいけどいろいろ動いてくれてるんだろうなと、思うと泣ける。といった声が、XQ ツイッターには寄せられた。 長瀬恋高橋海人がキングプリンス株式会社代表取締役に就任。長瀬廉と高橋海人が4月8日にキングプリンス株式会社を設立したというニュースは多くのファンや業界関係者に大きな衝撃を与えました。この新しい会社の所在地は彼らの所属レコード会社である。 ユニバーサルミュージックと同じ場所に設置されておりビジネス戦略や音楽活動の中心地となることが期待されていますまた彼らは新会社設立と同時にスタートエンターテインメントとエージェント契約を締結しましたこの契約によりキングプリンスは音楽活動だけでなく映画やドラマバラエティ番組など多岐にわたる エンターテインメント分野での活動を強化することができるでしょう。この同契約の締結は過去に時をや嵐といった著名なグループも行っており、スターと社が持つ強力なサポート体制と広範なネットワークを活用することでさらに大きな成功を収めることが期待されます。キングプリンスはこれまでにも多くのヒット曲や人気ドラマでその名を轟かせてきましたが、 新会社の設立によって、彼らの活動範囲や影響力はさらに広がる、ことでしょう。長瀬連と高橋海人のリーダーシップの下、キングプリンス株式会社は、ファンの期待に応え続け、新たなエンターテインメントの可能性を追求していく、ことが期待されます。この新しい一歩が、どのような結果をもたらすのか、今後の彼らの動向から目が離せません。 キングプリンス株式会社の代表取締役には長瀬さんと高橋さんがついています会社設立から3ヶ月が経過し金プリそして長瀬さんと高橋さんもそれぞれ仕事に邁進してファンを喜ばせていますよね7月4日には高橋と俳優の志尊淳29が出演するユニバーサルミュージックの新テレビ CM 僕らの夏曲キャンペーン、夏の教室編の放映がスタート。同社ではこの夏、音楽の力で全国に元気を届けるべく、僕らの夏曲キャンペーンを実施。高橋、心美しみことが選んだ楽曲のプレイリストや、同社の夏曲を集めた、プレイリストを、各種音楽配信サービスで公開した。新 CM では、高校時代に、仲の、良かった5人が、 久しぶりに訪れた母校で少しセンチメンタルな気持ちになり、思い出の曲を聴き始めるという模様が描かれる。高橋と志美琴とが出演する新 CM に対し、爽やかで素敵な CM、夏らしい、爽やかな感じで何度でも見たくなります。夏が似合う海人君と、爽やかな志村君の CM 見られるの楽しみをお二人のプレイリストも嬉しいです。 と、好意的な意見が多数寄せられている。高橋さんの CM 出演は2022年方への、ホンダ技研工業、ホンダハート以来、実に2年ぶり。金プリが所属している、レコード会社の CM とはいえ、キングプリンス株式会社を設立したことで、旧ジャニーズ事務所時代とは違う、新たな契約形態となり、新 CM 出演につながった可能性もあるでしょう。 キングプリンス株式会社での新体制がいよいよ本格的に動き出しつつあることが伺えるような展開ではないでしょうか。キングプリンス株式会社を起点に、長瀬と高橋は新しいことやファンに喜んでもらえることをいろいろと計画しているのではないだろうか。画像、爽やかで素敵、高橋怪人、子孫淳と背中合わせで超笑顔話題の新 CM ショット。 高橋と大人気俳優、志尊淳が出演する新しい CM が公開され、多くの視聴者から絶賛の声が寄せられています。この CM は、夏の爽やかさを感じさせる内容で、視聴者からの反響も非常に高いです。爽やかで、素敵な CM。夏らしい、爽やかな感じで何度でも見たくなります。めっちゃ良い。すごく爽やかな CM ですね。 インく君の CM 起用ありがとうございますなど多くのコメントが寄せられています。高橋と志尊淳の自然体な演技と美しい映像が夏の清々しさを見事に表現しており視聴者の心をつかんでいます。この CM は青い海と広い空を背景に高橋と志尊淳が楽しそうに過ごすシーンが特徴です。二人の息の合った演技は まるで実際の友人同士が夏を満喫しているかのように感じさせ視聴者にリアルな夏のひとときを提供していますまた CM の中で使われている音楽も爽やかな雰囲気を一層引き立てており見る者の,の心に残るものとなっていますさらにこの CM はただの宣伝ではなく見ている人々に夏の思い出を作るきっかけを与えるメッセージが 込められています高橋と志尊淳が見せる笑顔や楽しさは視聴者にも元気と希望を届け日常の中で夏の楽しさを感じさせてくれます高橋と志尊淳の出演するこの新 CM は夏の訪れを感じさせる一方で見ている人々にとって特別な思い出となること間違いなしです視聴者からの熱い反響がその証拠であり この CM が多くの人々の心に残る作品であることを示しています。